どうも、サバガンです。阪神タイガースがまたまた新外国人選手、ソフトバンクのロベルト・スワレス選手と合意ということで、おめでとうございます。はいね、ほんまにね、これだけね野球の話いろいろさせていただいてるんですけど、恥ずかしながらパリーグの選手のことがちょっとねいまいち分かってないんですよね。はい、で僕以外にもねそんな人がちょっといるかもしれないということで、今回はねスワレス選手の情報を調べてみましたので、できるだけね分かりやすく紹介できたらなと思います。それではね、今回も飛ばさずにお願いします。行きましょう。さあ行くぞ。はい、ということでね、今回まず最初にスワレス投手がどんな感じの選手なのか、ちょっと分かりやすい動画を今回提供していただいたので、まず先にご覧ください。どうぞ。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ね、レイヤーレッドさんに動画を提供していただきました。概要欄にね、リンク貼っとくんで、よろしくお願いします。はい、ということで、この動画の時はね、マックス152キロ出てたらしいんですけども、それでも速いですしね、球威もあると思います。続いて、スワレス投手の情報をいろいろ見ていきましょう。ロベルト・スワレス投手、ベネズエラ出身で1991年生まれの28歳、身長が188センチで95キロ、これ推定なんですけどね。はい、で身長体重だけだと秋山匠選手となんと同じなんですね。これ学年違いますけどね、秋山選手今28歳ですしね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけども、右投げ右打ちで2015年にプロデビューしました。で NPB では2016年から来て、ソフトバンクで4年間プレーしています。ということで、まず2016年の成績から見ていきましょう。はい、こちらです。58登板2勝6敗1セーブ26ホールドということでね、プロ2年目でソフトバンクに入って1年目の年ですね。この年は開幕2軍でしたが、4月中に昇格しました。でセットアッパーとして活躍しまして、26ホールドっていうね結構いい成績を残してますね。でこの年のクライマックスシリーズで自己最速の161キロを出したっていう年ですね。で次の年2017年、この年はね WBC がありまして、ベネズエラ代表にも選ばれてます。でそこで右腕の肉離れを発症して、その後異常が見つかったのでトミー・ジョン手術、大谷選手もやりました。トミー・ジョン手術を行い、2017年シーズンはその影響で登板ゼロで終わってしまいました。そして2018年もリハビリを行って8月に1軍復帰するも、1勝1敗3ホールド防御率 6.30 に終わってしまいました。そして今年2019年は先発に転向し、6先発を含む9試合に登板しましたが、0勝4敗、防御率 5.74 で戦力外通告を受けてしまいました。ということでね、まあ怪我が本当に痛かったなーっていう印象なんですけども、ただね今年も先発でまあボロボロだったってわけじゃなくてね、7月31日の西武戦なんかね、4回105球で1安打無失点に抑えてますし、まあ怪我もねもう大丈夫だと思うので、まあ阪神でね覚醒してもらうっていうパターンですね、これはね。手加減全開。はい、それではね通算の成績見ていきましょう。78登板3勝11敗1セーブ29ホールドということでね、まあまあまあこれからですね。はい、セリーグのバッターたちはあんま慣れてないと思いますし、なんといってもね球が速いですから、先発もリリーフもできるということでね、貴重な存在として、まあ、獲得して損はないと思います。
あとね、これプチ情報なんですけども、ヤクルトにアルバート・スワレスって選手がいるんですけど、この選手あのロベルト・スワレス投手のお兄さんなんですね。ということで同じセリーグなのでね、スワレスの先発とかなったらね、おもろいんですけどね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひぜひお願いします。ということでさよなら。